はい、こんばんは。バイブスクエスト、パート7をやっていきます。サンクチュアリーでファウンデーションの発射記録を回収する。ここか。2つ。シールドが欲しいけど、ないか。ちょっと車に乗って移動するか。危ねえ。あれか。ボットさんかな。ショットガンはありがたい。
よし、あ、まだ一人。多分あと一つあるんだよな。どうなんだろう、多分上じゃなくて下の方なんじゃないかと、いや、あるんじゃないかと思うけど、ミニマップ見ながら表示されたら。あ、あった。うん、じゃあこっちだな。よし、発見。その存在の愚かさについて考えているのを知っているわ。そこにいるかも。マイティーモニュメントでファウンデーションに会う。はい、じゃあ行きましょうか。銃声が聞こえる。あれは何？あそこよ。うん、なんか居場所の手がかりか。うん。ファウンデーションは自分の意思でこれを置いていかないはずよ。ヘルメットか。マスクっていうのかな。よし。飛んでいきましょう。で、ちょうど車があるから乗っていきましょうかね。乗れない、乗れない、バグで、バグかな。あ、くそ。
畜生め。移動系のアイテムがあれば、逃げ切れるっていうのはあるけど、やっぱ戦って倒さないとあれだからな、難しいところだな。はまって動けない。ビジターを見つける。近藤キャニオンにいるのか。宝箱とかも少ない外れの場所か。
3つ。あーくそうまい。バクヒトがクエスト攻略やってるってのによ。そこはちょっと見直かな。ノイズしか映ってないわ。何かがカメラを壊したんだわ。うむ。プリンク、アンチがいいか。てか遠すぎるな。レア、オートショットガン。さて、まあ、ダメージ1ならいけるんでしょう。ちょっと遠いけど。はあ、寄り持ちしてる暇はないな。
のプレイヤーがいる。クエストの場所多いぜ。まあ次の町行ってもいいんだけど、それはそれであんまり面白みに欠けるよなって、うん、こっちか。マジか。そこまでやってくるとは。メインのダンスフロアで5秒間ダンスするか。まあいけるかな。回復アイテム持ってるしな。メインのダンスフロアつったらここでいいんだよな、多分。しまった、間に合わないか。あー、くそ、しくじったな。うん。ちょっと回復が遅かったわ。普通に行けるつもりで計算間違いしてた。マジ畜生だな。
シールドが引けねえ。全然出ねえ。そうだよ。シールドが出ねえか。上の方で出てんのかな。マジか。バーレルはさっきめっちゃ破壊しちまったよ。手がかりを見つける。レイブケーブ広いからな。あ、南側だな。
あれ？この辺のはずなんだが。セブンセントリーのスウェンと話す。どうなんだろう。さすがにストームで死んじゃってるんじゃないか。どうなんだろう。一応行ってみるか。ああ、やっぱストーブで倒れるタイプのあれなのかな。それじゃしょうがないか。まあさすがに間に合わん気がする。これはさすがに諦めて次の町行った方がいいんじゃねえかなと思うけどね。終わりか。やっぱ距離的にもうアンチまで行けねえだろうなって時は回復しないで倒れた方が早かったな。
エモートバトルかな。クソやばいな、武器がないのはちょっときつい。お前なんでこんなところ降りてきたんだよ。お前も武器持ってねえだろ。の狼が犬かきしてる。ここで待ち構えてんのか。オーダーは何週間も前から消えているようね。彼女が最後に目撃された場所を特定できる番兵を探して。おそういうことか。
一個だけか。勘違いに行っちゃったらもうくたまっちゃうか。一応行ってみるか。マニア。なんか石化してないか、お前。レジーラグン。裂け目使う前に60回復かな。
よし、とりあえずクエストはクリアかな。脱出。お、カプセルの位置が。追いつけないような速さで移動してるような。到着完了って感じなのかな。まあもうクエストはクリアしたし、インデイリー見事勝利とか。まあまあ難しいかな。時間もないし、普通に戦うか。嫌がる。あ、くそ。金ツーショットに持ち替えができんかった。まあいいや、クエストクリア。バイブスパート7クエスト完了。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。